毎年見られる微笑ましい姿ですが、はい、子供たちの数をめぐって皆さんと考えたい問題があります。はい、こちらなんですけれども、県内の小学1年生の人数の推移なんですけれども、こちら1987年度には、これ私もちょうど小学生だった頃ですけれども、2万人近かった数が年々減少を続けまして、昨年度には1万人を初めて下回り9945人となりました。これに合わせて小学校の数もこちらですね、402校から279校に減少しているんです。わずか1世代で急激に減少している子どもの数、チャンネル4では休校から復活し1年ぶりに児童を迎えた学校、そして閉校が決まり最後の入学式を行った学校を取材しました。宇和島市立立間小学校、今年度は6人が入学しました。式では新入生全員が元気に自己紹介です。好きな遊びはブランコです。よろしくお願いします。好きな食べ物はイチゴです。よろしくお願いします。全校児童37人となった立間小学校ですが、新1年生の皆さんはこの立間小学校最後の入学生です。立間小学校のいいところをたくさん知って、これからたくさんの思い出を一緒に作っていきましょう。宇和島市の吉田地区では小学校5校のうち4校が複式学級を編成するなど児童数が減少していて、市は集団生活での教育の機会を増やそうと来年度から小学校を1校に統合することにしています。やっぱ地域から子どもの声が、はい、なくなるのはちょっと寂しい気はするですけど、まあ時代が時代やけんしょうがないかなとは思います。本当はこの立間小学校卒業していただきたいんですが、でも最後の1年だけでも楽しんでもらえればなと思います。学校が一つになって人数が増えて教育が受けれるということは、僕はいいと思います。今年度で閉校という現実があるも、小学校生活のスタートを切った1年生は、なんか頑張りたいことって何かありますか？勉強です。楽しみなことありますか？なんか体育。これから始まる学校生活にワクワクでいっぱいです。藤岡のぞみさん、はい、以上1名。去年過疎と少子化の影響で休校となっていた久万高原町の柳谷小学校です。今年新1年生1人を含む4人の児童が新たに入学、2年ぶりに学校が再開することになりました。のぞみさんの入学をお父さんやお母さんや家族のみんな、そしてたくさんの地域の方々が楽しみにしていました。待ち望んでいました。小学校の再開が2日後に迫ったおととい土曜。おはようございます。おはようございます。ちょっと一回集まって、お願いします。うん、わかりました、ね。続々と集まってきたのは地域の人たちです。仕事も繰り合わせて我慢しそうは出てくれたりとか、うん、学校久しぶりだけね、大事にせんと。それで、うん、子供らが今から学ぶところが汚いところではかわいそうなというのはもう当然ありますよね、うん。地域で唯一となった学校の再開、過疎化が進む山村の悲願です。小学校があるとないことは全然違うと思います。やっぱり地域に学校がある、もうましてはこの柳谷のこの地区っていうのはもう農協も撤退したりとか、いろんな意味で過疎化がすごい久万高原の中でも進んでいるので、この日は1年前の卒業式で学び屋に別れを告げた山本海斗さんも手伝いに訪れていました。
やっぱ嬉しいですね、はい、自分たちの思い出がまあこのまま消えるというよりかは続いてもらう方がやっぱ嬉しいので。そして今日、ご入学おめでとうございます。わからないことは何でも僕たちに聞いてください。みんなで仲良く楽しく学校生活を送りましょう。勉強を頑張ります。地元では学校の再開に向けて協議会を結成、積極的に移住者を受け入れるなどして2年ぶりの再開にこぎつけました。のぞみさんを迎える上級生は松山市と四国中央市から移住してきた2家族の3人です。全校児童4人での柳谷小学校での生活が始まります。おいかけっこと恐竜学校、お医者さん先になって後から YouTuber になること。入学式を終えた子どもたちを待っていたのは、地域の人たちがこの日のために用意した手作りの横断幕です。またこの学校が再開できるということで、ものすごく嬉しいです。転入生の、子が来ていただいたんで、もうホッとしてます。一人でやっていけるんかなとか思ってたんですけど、もうお兄ちゃんができて、もう本当安心してます。協議会としては、これで移住者が2組入られたから終わりではなくて、今後も継続して、移住者誘致、移住者支援、そういうのを頑張ろうと思ってます。